やあ、地獄から来たヘルメリッチョ渡辺だ。今回はディープパープルの名曲バーンのミスタービッグバージョンの弾き方の解説をしていこうかと思う。まあかなり速くて難しい曲なので、5つぐらいのパートに分けて細かくゆっくりやっていくので、最後まで見ていってくれ。それでは VTR スタート。まずは曲に入る前に、この曲はキーが G マイナーで構成されておる。そして使うスケールが G ナチュラルマイナー、 G マイナーペンタトニック、あとは G ドリアンスケールだな、で D7 の時は D のハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローなどが使われておる、それらを踏まえた上でまず最初の部分だな。予言の15フレットから、まあ、こう入っていくわけだが、ここの3弦と2弦軽くクォーターチョーキング組に入るといいだろう。でタタタと3回カッティングした後にアップピッキングで2弦の17フレットを半音チョーキングしていく。で2弦から5弦にかけて15フレット17フレットでハンマリングしていただけばで5弦の13フレットを軽くクォーターチョーキングしながらパーッと2回弾いていく。で4弦の10からダダ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 ダとハーマニングとかプリングをしながら5弦の10に戻っていくわけで、そのままこの G のナチュラルマイナー、 G のルートから始まって10、11、13、そのまま4弦の10、12、14、3弦の10、12、14、ハンマリング、プリングを駆使してここは結構16分音符の3連符なんかが入ってたりして、リズムがちょっと取りにくいんだが、まあ最後の2弦の13フレットのチョーキングで帳尻を合わせればいいだろう。でここまで来たらもう一回3回カッティングを入れて、今度はダウンピッキングでユニゾンチョーキングしていく。1弦15と2弦18のユニゾンだな。まあここは特に難しいことがないので頑張って覚えてみてくれ。でその次3弦の15、17から入るのだが、その前に一回こうなんかちょっとブラッシングかなんかをして、で3拍目からワン、ツー、スリーで15、17、2弦の15、17、18でハンマリングで、まあここまで行くわけだ。この時ちょっと気をつけなきゃいけないのが、こう2弦の15、17、18とかのハンマリングになると、そう6連符みたいになる人が多いので、まあしっかりとこれ16分音符の4つの音なんだよな。こうやってな、4つ区切りで頭の中で整理すると弾きやすいだろう。5弦の12フレットまで来たら3弦の15をチョーキング、まあドリアンスケールで下がっていく感じかな。
で続いてパート2なのだが、これは結構ストレッチが大変なフレーズになっておる。3弦の8フレットからスライドで入ってといくわけなんだが、2弦の8、11で1弦の11ピッキングして2弦の11にもう一回戻ってくる。でそのままフリングで8ハンマリング11、でちょっと難しいんだけど、小指で1弦の13フレットを弾いて、でまた2弦の11に戻る。このなペンタトニックのパターンはコッツェンが結構使う手癖でもあるので、これを機会にぜひマスターしてみて。でこの次、ここがまたさらにストレッチで難しいのだが、6弦の15まで下がる。で5弦の13、17で4弦のそのまま17で、またさっきと同じように5弦の17、13、ここでハンマリングプリングを繰り返していく。ここまで来たら今度小指でだな、4弦の19と20、ここは結構ストレッチが難しいので、まあ我が輩なんか小指が短いから結構きついから、4弦の20に行くときは瞬間的になんかちょっと手を離してワープしてるわけだね。そのまま20からまた20、19、17と小指が戻っていくわけ。またさっきのフレーズ、戻っていくわけなのだが、まあこれちょっと結構難しいのでな、そういう人のため向けにタッピングバージョンも作っておいたので、これもぜひやってみてください。こっちの方が簡単なのかもしれないので、できない場合はこちらでも構わないだろう。もう一回1弦2弦の部分が終わったら、今度はディミニッシュに行くわけだが、まずは3弦の8フレットから入って、でそのまま3弦の11、まあよくあるディミニッシュのパターン、7イングエみたいな。1弦の11まで来たらそのままスライドで14プリング11で、2弦の13、3弦の14、もう一回やって、4弦の13まで行くわけだ。でここまで来たら今度は3弦の5フレットから始まるディミニッシュだな。5、8、2弦の7、1弦の5、1弦の8、で今度スライドでまた11フレットに行って同じ形で、行くわけなんだが、でもう一回スライドで14、2弦の13、1弦の11、1弦の14まで行ったらそのままスライドで17まで下がって同じ形で、3弦の17まで戻る。でそこからまたさらにスライドして、3弦の17から20までスライドして同じディミニッシュの形で、1弦の20ビブラートして終わりだ。でパート3、これが1弦の22から Gm のアルペジオの形で入るわけだな。よくあるここの Gm のアルペジオ1オクターブ上だな。22、
18、2弦の20、3弦19、でそのままスライドで15まで持ってきて、4弦5弦の17。で4弦の15、13、12、ここプリングで、で5弦の13、6弦の15で、でそしたら今度5弦の6フレット、さっきの、プリングハンマリングと同じパターンだな、コッツェンの手癖みたいな。でそのまま今度は5弦の8フレット、このパターンで同じことを繰り返していく。で最後締めがD マイナーのアルペジオ。ここはまあ我が輩の場合は6弦の10を押さえた後に5弦の8を押さえてからそのまま12でハンマリングしているわけだが、別に6弦の10からそのまま6弦の13って言っても構わない。どちらかやりやすい方をやってみるといいだろう。でそのまま5弦の17から18にスライドでいって Bフラットのアルペジオになる、ね、でここの5弦の18まで戻ったら今度は15フレットにプリングして13スライドで、またスライド、我が輩の場合ここまたスライドで15に戻ってハンマリングで18に戻って、最後締めが4弦の17から、ここは頑張って覚えてみる。